はい、どうもキョウペイちゃんです。今回はね、金太郎ニャンを使って、あやとり様チャレンジ9999ダメージを出しまくろうと思います。ちょっとね、俺の、計算だと多分出まくるはずなんだけど、ただね、ちょっとやってみないと分かんない。あやとり様、とりあえずやっていこう。まず1体目だね。金太郎ニャンのスキルが15秒間、攻撃しないと、次の攻撃がね、必ずクリティカルになるっていうスキルがあるんで、ちょっとね、それを使って出しまくる。だってね、15秒経つとね、ついたね、この青いオーラをまとうんで、これが、次クリティカルになるよっていう合図になります。武士用のボスコンと一緒だね。よし、打っていこう。よいしょ、出た9999。早速出ましたね。おそらくだけど、超あやとり様までは、まあ9999確実に出るんじゃないかなっていう予想なんだけどね。 OK、 今のところね、2発とも9999、どこまで出せるかな。 OK、さあ2体目やっていこう。安全に打てるポイントを探して打っていく。よいしょ、出た。すごいね、一気にこんなに削れんだね。もうあと一発だよ。よし、よいしょ、出た。強っ。ちょっとね、回復してから行かないと、こいつは全然避ける気ないから。あとブリーゲン水あたりね、ちょっと回復していきたい。 OK、 ちょっとわけわかんなくなったわ。 OK、 さあやっていこう。3体目だね。なんでそこで電人トラップを使ったの。意味わかんないんだけど、誰に向けて使ったんだろうね。よいしょ、 OK、 謎の電人トラップだったね今のは。3人並んで避けてたけど、他のもね、ちゃんと避けてほしいんだよね。よいしょ、 OK、 OK。最後ブリーが決めてたけど、ここちょっとばかり殴ってったけどね。まあまあ、よしとしよう。さあ3体目はね、かなり順調でした。4体目やっていこう。よいしょ、超まではね、楽勝で出る9999が。たまに殴るんだねブリー、めっちゃ食らってたけど。生きろ生きろ、なんで死んでんだよ。どのタイミングで、おはははは、2人して。隊長、ちょっと待ってよ。やばいんじゃない、昆布さんまで。ててあーあーあああヤバタン。3人とも行ってしまった。ちょっと待って、昇天ゲージ変の早い。ちょっと連打しておく。よいしょ、やばいやばい、早く回復しないと。あーあーあああ、昆布さん行っちゃった。ヒーラー失いましたわ。はい、
フリー減衰まで行っちゃったよ。二人しかいないじゃん。ちょっと今から5区なのに。さあ、こっから5区だね。9010。そっか、やっぱり5区になると、守りも結構硬くなるね。出ないか。まあ一応ね、パワフルオーダー持ってきてるから、ちょっとね、最後の方にそれを使って、ちょっと試してみようかなと思ってるけど。よいしょ。9628。惜しい。ちょっと待って、せめて生きて。何もしなくていいから、ちょっと、一人にしないで。やる気あんのかよ。待って、無理だわ。もういい。さよなら。無理、大丈夫。バイバイ。こっからね、俺一人で大丈夫。よいしょ。出た、9999。あと一発だね。殴ってもいいんだけど、ここはね、ちょっとクリティカルにこだわっていこう。OK。溜まったね。いける。よいしょー、いったー。オッケーオッケー。あと1体だね。まあまあ、他のね、他の連中は焦点しちゃったけど、まあ1人でもいけるでしょう。オッケー。絶対クリアする。もう意地でもね、意地でも絶対クリアしてやろうと思います。さあ、6体目ラストやってこう。え？え？ちょっと、マジで？今のあり？マジか。なんだよ、今のバーグ。初めて見たぞ。ショックだな。まあ、仕方ない。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。もしこの動画を見て少しでも楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録していってください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。キョウペイちゃんでした。バイバイ。